はい、皆さんこんばんは。やすとみあゆみです。えー、松本人志さんに関する週刊文書の報道について、いろんなことがいろんなこと人を言ってます。あ、違ういろんな人がいろんなことを言ってます。私もいろんなことを言ってますが、えー、出ました。我らがヒーロー竹中平蔵さん。やってくれております。<え>タイトルからしてやばい。<laughs> 週刊文春文春松本騒動てんてん。<laughs> 竹中平蔵かっこ便所の落書きに反応する人が問題だ私も何度も嘘を書か,かれ全部弁護士が確認日本の読者レベルの低下にため息やってくれるやってくれてます期待を外しません、えー、何を言ってんのかっていうとですねまあ、オーライン芸人松本人志氏に関する報道なかなか手を緩めない週刊文春だが えー、竹中平蔵氏は「ゴシップ記事で社会に不満を持った人たちが流入を下げるために読んでいるのです」と指摘するってた出ました。本当にこにどうしてこういう風にね人を見下すようなことが。なんか息を息をするように出てきますね。すごいな,な本当にね。で何言ってるのかっていうとですね「まあ,あの自分もやられたことがあるんだ」と。嘘ばっか書かれた。ね。 で、その、ゴシップ記事、いわゆるゴシップ記事の社会的にじ高いと。で、それは、そんなそんなのはね、その人の福を喜ぶ生活をのぞき込む、それで不健全なことではないでしょうが、社会にはそういう部分がありますなんでそれって不健全なことではないのでしょう。いや、不健全なことなのでしょうが、中にはそういう部分であるわけないと、ちょっとおかしいね。まあ、えー、今の日本は、えー、社会、日本は社会の不満が高まっているのですと。ね。 えー、株価がバブル期以降の最過去最高を更新し続けている一方で更新し続けているのかな、えー、人々の実質賃がおよそ2年にわたり下がり続けていますと相対的に貧乏になり続けているんですねその根本原因は日本の成長力が高くまった失われた30年にあり雇用の流動性また,た雇用の流動性を失った経済で、えー、企業も会計も政府から補助金に頼りになりこれまた言雇用の流動性さえ確保すれば全部解決すると思ってるんだよねこの人ね えー、やっぱ本当そこんと,んとまた後でお話し,しますけどね、えー、またそのとにかくまあこういうゴシップ記事はそうやって不満がたまってるので、えー、有利運用を下げるために読んどるんだというふうに言ってますんでとにかくね、えー、この松本人志さんの報道ねゴシップというふうに、えー、人の私生活を覗き見るこういうものだっていうふうに位置づけてるんですねいまだに。 それがすごいなと思いますけどでもまあ、えー、こういうスタンスで言ってる人は多いですよね。でまあなんだかんだ言ってて、まあ、自分で都合のいいことをいっぱい言って挙句にですねこういうこと言ってますね、えーゴシップ。ただ繰り返しますがこうしたゴシップ記事があふれかえる社会は健全ではないです。ああやっぱりないんだな、えー。かつての便所の落書きが社会全体に一気に拡散する世の中って本当に必要なのでしょうかってまたこれねこれまた便所の落書きってね。 あの橋本徹さんがね、えー、週刊文集が便所紙になるのかいみたいなこと言っててあれ便所の落書きを、えー、書いたような紙みたいな意味なんでしょうけど便所紙っていうのは、えー、トイレットペーパーみたいなもんね新聞紙切ってその方置いてあるんですよね、えー、トイレの便所の落書きとは別ですやそれ松本です <laughs> えと松本じゃない 橋本さんそれすら間違えてましたけど武中さんは間違えずにちゃんと「便所の落書き」と言ってますね。でえー、だから、まあ、あの松本人志さんに関するあの悲痛な女性の叫びは便所の落書きだそうですね。正面向いて行ってみるほらな。英 <laughs> 子<本当> <laughs> さんにもかって行ってみてほしいですね。そういういああああるるのかな、えー、社会的にに責任がある立場にある人であれば えー、私生活はある程度明らかにされるしかたの面があります。あ私生活の明らかそういう問題じゃないよね。まだそうこと言ってたんだねああ。まあそういうことがあるのよねっていう話なんですね。この人にとってはね。すげえな。すごい。いやすごいわ。えー、で一方で日本のカスマスコミに関しては最近はしっかりとジャーナリズムやっている報道機関が少ないと思います。私も思うよ。週刊文春ぐらいじゃんみたいなね。でも週刊文春はその勉強の落書きだって言うんですよね。この人はね。すごいですね。 でジャーナリズム、どれか権力が独立しているだけではなく、大衆からも独立しないといけないと。こう書いたら対象喜ぶだろうなって、いや、そういう観点からね、ジャニーズ事務所の問題とかを何十年にもわたって、えー、裁判を起こされながらね、えー、なんかその書き続けられたりしないって、何言ってんだっていうのは、ね、あるいはね、その。 例えばその今ねこういう大問題が起きてますよねあの榊英雄逮捕容疑者逮捕、えー、被害女優石川由美さんが「点々」という記事ですけどこれはあの2月20日にですね準交換隊の疑いで、えー、映画監督の坂木秀夫が逮捕されたというニュースが流れておりましたがこれはですね「週刊文春」が「 えー、スクープしてですね、えー、何人もの女性が、えー、とこの人から被害を与えてるということを明らかにしていたことからずっとつながって、えーまあ、この人はまず映画が公開できなくなりいろんな職を失せて映画を作れなくなり俳優の事業もなくなって逆の果てにですねよううやく逮捕されたということなんですねでこれは逮捕の報道ですけども、うん、手口は悪質、えー、すぐに出てこられないように女性捜査が被害状に語っていた決意と。 いいうふうふに記事が出ててままして、まあその複数の関係者によるとですね捜査は約1年前から水面下で進められていて、えー、捜査に協力した女優は対応した女性捜査員からこう声をかけられたと被害者は複数人いて手口は悪質すぐにでも逮捕で,できるがすぐに出てこられないようにしっかり周りを固めたいというふうにですね、えー、言っていたということなんですよ今度はベンチャーの落書きウげえなその認識、うん ね、まあそういうことがあるよね。という話なんですね、こういうのもね。すごいな。すごい。で、こういうのをさ、あの大衆が喜ぶから書いてると思う。喜ばないよね、別にね。<laughs> ほんと。いや、すげえな。でも、それで、その、単純に日本は読者レベルが低下してきているから、こういう記事が出ると。どういう認識してるんですかね。すごいな。ほんと、すごい。すごいの一言ですわ。 えー、大衆から距離を取ったお金は作れないと思うマスコミにしかみいではなく、うん、お金になってませんよそんなで本当すごいですねあのー、<laughs> なんかちょっと発見取られますねであのー、でもさらにはこんなことも言ってましてね統一教会問題がねワイドショーで報じられる時もうんざりしてましたと統一教会の関係者でも何でもありませんがまるで魔女狩りのように統一教会は悪い存在である そこで講演したり応援したりというのは全員悪い人間だと対象に込みていましたって言うんですけどあれは何十年も前から自由民主党という組織がですねできた頃からこのやばいところと密接な関係があって選挙だとかなんだかにいろんなところで支援を受けてそれの見返りにですね検察とかが甘くなってそのためにですね え何億というお金を取られる人がものすごい数出たということが問題でそんなとこと自民党がつるんでるっていうことが問題なのであってえその各議員をにににすするるのがねね大衆にこびたた行わわれていいけでではないと思うんですよねそこがついに明るみに出てその構造の大きさ深さが問題だったと私は認識してるんですけども竹中さんはえ魔女狩りであるというふうに認識しておられたね、でまあそれは自民党のね先生ですからねこの方もね。 結論がすごいうーん例えばドジャースの大谷翔平選手が犬を飼った名前はデコピンだぬいぐるみを食いちぎったというのはジャーナリズムになりませんが微笑ましいじゃないですか私もよく読んでいますしネットで大谷選手の大活躍を見ることで活力を得ていますまあ <laughs> すっげえなよくこんなもん出すないや感動いたしましたと、えー、竹中平蔵さんが、えー 文章松本報道について期待を裏切らないですね。この辺が人気の秘訣なのかな。見習わないといけませんね。で、えー、そして我らが三浦瑠麗さんいやー、大変お世話になっております。これはね、あの、これスポニチュ記事の記事なんと、こたつ記事なんですけど、えっ、ー、と、「週刊文春」、電池版の YouTube タャンネルに出現と。で、それが1月20日にですね、配信された。 動画の編集バージョンそれにそれでこういうこと言ってたっていう記事なんですけどまあ、まあ、で,ではそれを使ってる私なんかまあさらにねこたつのこたつなんでね <laughs> もう到底、えー、そういうことを批判できる立場にないことはよく今まっとりますはいすいませんでえー、この中でですねあー 作家のえ鈴木亮なんて言うんだろう鈴美さんかなえー「まっちゃんの X の投稿で幻滅しました」とコメントを出してる人は多いと指摘、えー、1月5日にですね「とうとう出たね」8日に「事実無根なので戦います」などとつい注目を集めたこれずっとやってくれてたらね今もね、えー、たくさんの人が、えー、これをですね動画を配信して見てくださっていただろうな ちゃんとやめてしまったのは残念ですな。まあいいや。それで,で、それに対して三浦さんがですね、こう言ってるそうです。あれは味方になりうる人を遠ざけたで。この辺がね、もう一流でございますね。味方になりうる人を遠ざけたって、これ、味方になりうる人って誰かって言ったらね、自分なんですよ。私も、<laughs> あれはちょっとね、私もね、嫌だったんですよ、とは言わないんですよね。 あれは味方にななりうる人を遠ざけたうおーなんかね、さすがですね、もう常にこういう感じですね、えーで。今の性をめぐるスタンダードを理解できてなかったっていうのはあると思います。<laughs> なんとなく、まあ,まあいいや、えー。同意があるなしで語ってはいけなくて、いや、なんていうかね、あのあれあの、とうとう出たねーでね、出た。 ラインななななりいいるがが同意があるな人はね関係ないじゃないですかつまりどういうやつが出たかっていうと、えー、松本さんとのですね後に、えー、そのこういうラインが出たわけですね。このとうとう出たねですね。あの小沢さん今日は幻みたいに、えー、貴重な回をありがとうございました。相手嬉しかったです。松本さんも本当に本当,本当に素敵でベケベケさんも。 え最後までとても優しくて小川澤田さんがいただけたご意に感謝しますもうみんなそれぞれ帰宅しましたっていう LINE なんですよね。でところがですねその話をですね、えー、同意の問題にすり替えているのは松本さん。でそれをそのまま受けてるんですね三浦さんはね。これ同意と関係ないんですよねっていうコメントはしないんですよ。 でまあ同意のあるなしで語ってはいけなくてそことかは10年前の常識出しちゃったかもしれないと。10年とかさそういう問題じゃないと思いますけどね。うん。というまあまあそれだけなんですけど、えー、サクッとこうねこう何ちゅうかなでこのラインについてはねこんなあのなんていうの三浦瑠麗さんみたいなえぇ、ー、的で何ちゅうかあのうん 単にあのマウント取りたいなみたいいななみことでではなくですねこの能町美濃子さんっていう方がですね「週刊文春」に連載恋愛した言葉尻捉えたいっていう第580回っていうすごい連載をなさってるんですが、まあ、この方はあのトランスジェンダーの方でもともと私みたいな感じでおられたんですけどあの途中でなんかその手術を受けられて功績も変更されたのかな、まあ、それで女性ですねだからその。 まあ私も女性ですがもっとあの法律上も女性なんだと思うんですけども、えー、これについてですねいくらでも語りたいというふうにおっしゃっていて、まあ、本当にあのふ深い考察をなさってますでどういうことかっていうと今このやり取りね、えー、とうとう出たねと勝利宣言をし特に英子さんの編集を持って女性も喜んでるイコール合意論が後押しされたわけなんですけど、えー、というところ これは何かそのそういうことに対してね、えー、この文面からねそういうことを読み取ることはできないというのがこの方のご指摘で、えー、少なくとも女性はですね松本人と会あっても嬉しくも感じてなかったそして小沢和弘だろうかな、えー、何だったかなに不快感を持ったことを読み取ることができると思うとでもし本当に楽しい飲み会だったらもし本当に小沢に感謝してるんだったら もし松本に会えた行幸に喜んでいるんだったらどういうラインが起こるかなって感じてみるとねまず何かを心配していたらしいその3連発のラインっていうやつがあるわけですよ。それは小沢さんがね女性が女性陣のスマホを取り上げている時にそして松本さんになんかとんでもない目に遭わされていたらしき時間帯に3連続で。 えー「大丈夫?」みたいな、えっと「無理しないと出会う」みたいなアリバイ作りの LINE を送ってたんですね。でもしもその本当に楽しい回であった時にそういう LINE が来てるんだったら「お返事できなくてごめんなさい」って必ずそれに返事するはずですよね。それをしてないで。でそれをですね3通も貯めてしまっているということ自体でも罪なのにそれにですね全くえー 言及しないという時点で、ね、その放置せざるを得なかった事情を互いに理解し合ってたとしか思えないと。それから、えー、長文でね、えー、なんかこう感謝とかなんかいろいろ書いて、であの一気にそのありがとうございましたで締めるっていうのは、あ追加になんかいろいろこ行っ,ってこないようにさっさと終わらせたいという気持ちが表れてるし。 で具体的な表現が何にもない幻みたいな表現しかないわけですよ。内容が薄い。本当に楽しかったら、えー、もっと具体的に何か書くだろうと。で特にねその松本さんみたいな大物が、えー、楽しくお話ししたりできたんだったらえー 私みたいなものに気さくに接してくれてっていう定番の褒め言葉があるんだけどそれないそれがないっていうのは相当印象悪かった、えー、嬉しかったはあっても楽しかったはないとかね、うん、面白かったどころか楽しかったもないでこんな空想なラインをですねとうとう出たねと言えてしまうっていうのがその彼がですね 松本氏がそういうその人間の機微とかいうものから完全に有利してしまっていてですね自分の都合だけで世界を見るえあのうんなんつうんですかね暴力的なワールドに入ってることを示唆してるのはないかというまあ鋭い指摘をなさってますこれあのえっと里田舞ウィズ藤岡藤巻によるですね「親父の心にともった小さな日」デュエットバージョンというまじやばい。 曲まあ昭和歌謡史のねあの名曲の一つだったと私は思うんですけど全くヒットしていない曲なんですがぜひ YouTube にあるので聴いてみてくださいこの歌詞がねこれは藤岡藤巻作ったんでしょうけどあのもう超やばくてですねこのこういう暴力性っていうものの根源をですね照らし出してるすげえやつなんですけどもえ一番このでねこれはおやじが歌う方課長が歌う方特別美人じゃないけれどもこれでいきなりあのなんていうんですかええー、養子セクハラかましてますよね 派遣、えー、社員の舞ちゃんは多分私に惚れている <laughs>、えー、毎朝お茶を持ってくるびに来るびになぜかにっこり笑うんだあれは恋かも恋,恋する女のメッセージかも親父の心にとった小さな日ってこれは親父の方から見てる世界でこれに対してですねこの佐渡田舞,舞ちゃんが歌う、えー、この2番「気持ち悪いのよ課長の笑顔愛想笑いで返すけど思わず鳥肌立っちゃうわ」 毎朝お茶を持っていくたびに舐めるような視線で見つめるのあれはセクハラエッチな妄想をしているのかも親父がいるだけで環境破壊だわっていうまあすごい歌詞でまあこれどんどん続いてですねもう畳みかけるように来るんですすごいんですけどこのこれこういうその、えー、完全な認識のすれ違いですよね。この認識のすれ違いがねあのこういうその暴力性の本質なんですよ。でこの ノーマッチさんもですねそこを指摘しておられますよねあの,の LINE 見てとうとう出たなって言える感性っていうのはもう完全にこの自分の都合のいい方に世界が回っている、えー、そういうワールドに住んでるってことを露呈しているのであると、まあ、こういうコメントをね三浦瑠麗さんもされるとよかったかなと思うんですけどねでこれスポニッチのまた同じものに対する別の記事なんですけども、えー、三浦瑠麗氏松本人志氏が、えー、松本人志が貫けな,なかったわけは自身も文春法で実感 私は不満でも黙っていたが、ということで、えー、何をおっしゃっているかというとです、ね、これは今度の事実無根で戦いますなどというと、これにね、えー文春、自身自らも文春法を浴びた経験のある三浦氏は、私のスキャンダルの時は私じゃないと思うんだけどねあの、自分にとって不利でも悔しくて黙っていましたねと言い、でも普通の人はどんなタレントでもほとんどできないです。えー、それは私が 社会科学の人間だからできることもあるだろうし、今まで人生の経験があるからできるけど、とコメントしていたっていうね、もう、このマウントの取り方がね、素晴らしい。さすがです。もうちょっとね、インプラントの宣伝が出ておりましたが。いやー、胸がすくようですね。さすがでございますね。こちらはですね、あのー、小池璃子さんの。 というすごい本素晴らしい本ですねあれはね。えー、でなと書かれた石井妙子さんというノンフィクション作家がですね指摘しておられることです、えー。文春オンラインに出ております、えー。文春ではなく女性の声に向き合って松本人志問題でメディアが率先してすべきことという指摘をなさっております。これは何をおっしゃってるのかというとこれは石井妙子さんですね。えー ま,あ何をまずその罠を仕掛けるよう仕掛けて楽しんでるような印象を受けたとつまりその一連の報道によってねでこれはね芸能スキャンダルでも何でもなくピーカ課外に近い事件だということですという大事な指摘をなさってこれは先ほど最初の竹中平蔵さんにはですね耳の穴をかっぽじって聞いてほしいですねえー、芸能スキャンダルとかゴシップとかじゃないんですよ そこんとこをきちんと押さえて、ちゃんと読めと。で、その、つまり、松本人志さんがね、被害を受けたと訴える女性がいて、それを週刊誌が取り上げたということなんですよ。で、これはですね、その、なんていうの、単なる過ちとかね、浮気とか、プリント方違うんですよ。罠なんです。えー、女性というものを罠にかけて、えー、 取って食っててて食しまおうっていうでここに書いでこ罠にかかった獲物のように扱われた女性からすると非常な嫌悪感があるでしょうと指摘されます。物のように女性を物のように扱ったように印象を与えてられるって言ってるけど物ののように扱ってないかもしれませんが獲物のように扱ってますね。まだ間違いないと思いますよ。そこに問題があるわけですね。で,でこれはその。 えー、かつてのね日本が華やかだったバブルの時代に、えー、日本人男性がですね東南アジアとかに行ってアジア各地に行ってその売春ツアーをしてる買春ツアーをしたとでこういうことがですね大きな問題になっておりましたその時のメンタリティーとよく似ているのではないかというふうに鋭く指摘をしておられますでその さらにですね、えーまあ、これはだからその吉本というね吉本に限らないですけどこの芸能人の芸人の、ね、男性たちが作り出している非常に悪質なですね、えー、ゲームであって、えー、ものすごく野蛮なですね恐ろしさ群れを成して襲ってくるようなそういうその疑似的な集団レイピーのような印象を受けたと言ったらす私も同じような印象を受けました。 もしそうでないというならなぜ語らないのかと。それがそのこれ石井さんがね、抱く最大の疑問であると。でつまりうんその、女性の受けた被害というのはですね、語るだけでその涙ぐんでしまうのは恐ろしいものだったというふうに語っておるわけですね。それをその事実無根だというのなんですね、じゃ何が事実なのか。 記事のどこが無なのかとということを自ら示すす以外ないですよねで私は常日頃から言っておりますが、えー、この裁判の場でね法廷の場で全てが事実が明らかになるでしょうみたいなことも寝ぼけたこと言ってる人がいっぱいいるんですけども寝ぼけすぎですそんなのはですね、えー、ただの幻想ですね司法制度っていうのはここの方も石井さんも言っておられますが、えー、それは裁判という司法制度に対するゆがんだ信仰です歪んでるんですよゆがんだ信仰である。 裁判はは必ずしも真理を争う場にはなりません弁護士が、えー、説得力を競って裁判官が司法判断を下すだけですだからこっちに都合のいいことを一生懸命言ってこっちに都合のいいことを一生懸命言って裁判官が「こっち」っつってこ,うでこっちじゃなくて、まあ、この辺みたいなねバランスとってそれで終わりなんですよそういうゲームなんですそのゲームが何で必要なのかっていうとそういうゲームがないと、えー、人々がですね最終的に「 真偽を明らかにしたりその交渉したりするためにですね裁判最後に裁判という手がありますよということがですねさまざまなことを担保するわけです。例えば「えー、週刊文春」に詳しく報じられていて、えー、これ別の回でお話ししておりますがあの宝塚のねあのパワハラがあったということをついに、えー、劇団側がですね あの自ら命を絶たれたれの遺族に対しして認めるとということがありまなんで認めるのかっていうとそれはその弁護士河渡弁護士っていうまあこれそういう関係で非常に有名な方ですけれどもさんがですね、えー、その裁判をするよとこういうふうにして裁判をするよっていうことをこう背後に持ってで交渉してるんですよでそれがないとねそのへのかっぱみたいなことになるわけですだから、えー、そのこういうその ために裁判というのがあるのであって、えー、事実であるとか、このほら明らかになるとなったらね、法廷の外なんですよね。まあ、そこがあのそうじゃないとで法廷の中に真理があると思っているのがその歪んだ信仰だというふうに鋭く指摘して,きておられます。その通りです。で、でこれまでのその松本氏のね、芸風からすれば司法判断に桁を預けるという選択選択って言わない方がいい態度、大変残念だというふうに言ったらその通りですね。 で何よりもその、被害を訴える女性の声に真剣に向き合う人が誰もいないっていうのが一番恐ろしいんだと。で、メディアはね、松本対文春の裁判で受けただけに関心を払っていって、女性の訴える真偽を全く検証しないんですよ。私は本当にひどいと思うけど、朝日新聞とかさ、文春なんかでずっとずっと力あるわけでしょなんで調べないんですか 文春がが言ってることが本当か調べようようなぜやんないでその何よりもそのテレビとかメディアはね松本さんとずっとお付き合いがあるんだから話聞きに行けよねで飲み会に参加した他の女性の証言を取ってきてもいいと中にはだから松本さんと P できて嬉しかったとかいう女性がいたらそれだって立派な真実でねその全体はやっぱりそのいろんなメディアは総力を挙げて明らかにしていく。 できそういう深刻な事件じゃないかと私は思うんですがでも竹中平蔵さんみたいにね便所、えー、の落書きだとゴシップだとのぞき見であるというふうに思ってんでしょうねその新聞をやってるおっちゃんたちも <laughs> これが腹立つよねでまあそのこれをねきちんと書いてあるもんです単なる芸能ゴシップに賠償化して告発に真摯,真摯に向き合わず真偽を確かめない 女性の発言など聞くに値しないという男たちの論理がまたまかり通る様をマザマザと見せ,つけられ見せつけられているようですというふうに石井さんが言っているのを踏まえた上でもう一度竹中平蔵さんの声を聞いてみましょうか文春松本騒動竹中平蔵弁上の落書きに反応するに人が問題だ私も何度もそう書か,かれ全部弁護士が快適に日本の読者レベルの低下にため息 えー、昨今お笑い芸人松本伊勢さんの週刊誌報道が話題ですてんてんで。いわゆるゴシップ記事の社会的ニーズは高いです。ですがゴシップ記事が冬をて帰る社会が良いかというとそうは思いません。人の不幸を喜ぶ、生活を覗き込む、それって不健全なことではないの,ないのでしょうか。なんだろうな、これ、えー。社会にはそういう部分はあります。特に人々の不満が積もれば積もるほどそういうニーズは増大していきます。つまり今の日本は。 社会のの不満が高まっているるでですすととかねぬ抜かしとるわけですよ、えー、もう一度石井さんのものを拝見いたしましょうかね。単なる芸能ゴシップに矮小化して告発に真摯に向き合わず真偽を確かめない女の発言など聞くに値しないという男たちの論理がまかり通る様をまざまざと見,つけ見せつけられているようですと。 まさにそういうものをですね代表する人物なのだなというふうに思った次第です。人間社会というのはですね人間のコミュニケーションでできておりまして人間のコミュニケーションの質そしてその活発さというものが私たちの社会のですね質を決めるわけですよ。でそういうことを念頭に置いた場合こういうです、ね、しかもですねそのコミュニケーションって連鎖するんですね。ハハララススメメンントトが起きたらハラスメントは連鎖すするんですよ ナラスメントに向かって立ち向かうっていうことが起きたら、その立ち向かうっていうこともまた連鎖するんです。こういう両方の連鎖がせめぎ合って、どっちが勝つかっていうので、私たちの社会のクオリティが決まると私は考えてますが、まあ、竹中さんもね、週刊文春読んだ方がいいと思うよ。ちゃんとしたこと書いてありますよ。<laughs> でね、えー、ぜひね、この私のこの複雑さ生きるという本の中に、そういう、 社会がコミュニケーションできておりそれがどういうダイナミクスを持っているかでそれを前提に退出し,した場合にどういうふうに社会について考え生き方を考えていっているかということが書いてありますので是非とも皆さんもですねお読みいただきたいなと思います。えー、これにはですねえっ、ー、と岩波祖先から出たものが絶版になって清水さんが復活してくださっていて私と清水さんが10時間の解説動画をつけたバージョンがバージョン1。 私が1人で撮ったバージョン、15時間のバージョンをですね、つけたもの、それに清水さんと解説動画を2つぐらいつけたもの、そしてひょっとしたらですね、1月までまでついていた、お金と複雑だと、えー、お金と健康と複雑さを生きるというですね、特別動画がつ、えー、いてくるかもしれない、みんな買ってくれたらつけるぞと清水さんは言っておりますが、これが複雑さを生きるバージョン2ですね。どちらも3 8500円で販売しております。相方はこちらに出ております。そして竹中平蔵さんのようなですね、人物は一体何をしているのか。 何を守っているのかっていうことについての、ね、こちらの本があります。これはあの解説動画をつけて、えー、41,000円で販売しております。これも解説こちら出ております。これ一月マ札のホームページでですね、この私のうる、えー、しい写真が出てるところを下がっていただくと、えー、ショップが出てまいりますので、こちらで購入することができます、えー。ぜひお買い上げください。そうすれば私はですね、こうやって毎日皆様とお話しすることができます。じゃあどうもありがとうございました。